JR 北海道789系電車。789系電車、789系電車とは、北海道旅客鉄道、JR 北海道の交流特急系電車である。2002年、平成14年から2011年、平成23年までの間に、津軽海峡線向けに製造された基本番台と2007年、平成19年に、 札幌都市圏向けに製造された1000番台がある。この2番台はそれぞれ相違点が多いため、本校では共通部分を除き、それぞれ分けて述べることとする。東北新幹線の森岡駅八戸駅間、延伸開業に伴う津軽海峡線の運転系統再編に合わせて、快速、海峡で使用されていた50系、14系客車を置き換えるために登場したグループである。 2002年、平成14年から川崎自由工業及び、東急車両製造で製造された。1988年、昭和63年3月13日の津軽海峡線、青函トンネル開業以降、北東北道南間の昼行列車は特急、初0狩り及び、快速、海峡の2系統を、主とする運行体制が取られてきたが、2002年、 平成14年12月1日の東北新幹線延伸開業、森岡駅八戸駅間を契機に、八戸駅青森駅函館駅間の列車体系を再構築し、同区間の運転系統を特急列車として統一する方針が取られた。当初は同地区の L 特急、ダイラックなどで使用されていた781、軽電車の転用も検討されたが、 20km 以上に及ぶ連続勾配や高湿度など、青函トンネル内の過酷な走行条件を勘案した結果、新形式の特急系電車を開発する方針が取られ、本系列が製造された。2002年、平成14年12月1日ガイア改正より、八の平函館機間の特急、スーパー白鳥として営業運転を開始した。その後、 2016年、平成28年3月26日の、北海道新幹線、新青森駅から新函館北斗駅間開業に伴う、ダイヤ改正を機に、同王県に転用され、2017年、平成29年3月4日、ダイヤ改正から老朽化した785、軽電車を置き換える形で、札幌駅旭川駅間の特急、ライラックとて、 再び営業運転を開始した。特に断りがない限り、以下は搭乗当初の使用について記述する。車体はステンレスを用いた軽量構え体で、運転台を含む前頭部のみ普通構成である。客用扉は、中間車では片側1カ所、先頭車では片側2カ所に設けられているが、中間車では、客用扉を2カ所に増設できるように準備工事がなされている。 そのため、外反には、ダルフィニッシュ加工が施された 2.0mm 厚の平板を用い、従来のステンレス車体に見られたビード加工はなされていない。車体断面も、銅像値を持つキハ261系機動車と共通とされ、客室層下辺から髪型が大形状にすぼまる形状となっている。前頭部の形状はキハ261系。 基本番台の異常を基本とするが、中央下部はキハ283系機動車に類似する、絞り込みを大きくすることで軽快でスマートな形状としている。増解決を頻繁に行うことから全面に貫通扉を設け、車両間の通り抜けが容易に行える構造である。前照灯、補助灯はキハ261系基本番台の横配列から縦配列に変更された。 標識灯は運転室の風防内に左右各一灯を設ける。正面の相性表示器は幕式、車体側面の行き先表示器は三色 LED 式である。二両、または三両単位の編成を複数組成して使用するため、中間車の内編成の端になる車両には、校内運転のための簡易運転台を設ける。先頭車となる車両には、 車掌スイッチと連絡ブザーをドア横に設置する。外部塗色は前頭部と客用扉を含む部分が JR 北海道のコーポレートカラーである萌え木色、ライトグリーン。前頭部の塗装境界部には青色の帯。客用扉の塗装境界部には津軽海峡の地形図をデザインした帯を配する。前頭部側面にはヒート789のロゴマークが配されている。 常時硬質かつ、騒音の大きい環境の静観トンネルを走行するため、車体は板厚を増して、防音防湿が図られているほか、客用扉などの機密性を強化している。また、トンネル内は12パーミルの勾配が続くことから、編成中の電動車の比率を高くして、列車全体の出力を確保し、上りの勾配区間でも最高速度時速140キロメートルでの、 連続走行を可能としているほか、電動車が故障して 1M4T5 両編成時となった時には限り留置増スイッチを扱うことで15、パーミル勾配で起動可能な構成としている。また、同区間の下り勾配走行に備え、そもそも即装置として回生ブレーキを装備する。制御機器は731系電車のシステムを用いている。 モハ7 8 8系1 0 0番台及び200番台には、主変圧機と、主変換装置。モハ7 8 9系2 0 0番台には、主変換装置のみを搭載する。モハ788型に搭載された、主変圧機で高圧され、モハ7 8 8系1 0 0番台は、自社の主変換装置に、モハ7 8 8系2 0 0番台は自社及び、 隣接する、モハ789系200番台の主変換装置に電源を供給するシステムとなっている。主変換装置が、台車制御であることを除いて、各車両に搭載される機器は仕様が異なっており、右表に詳細を示す。NPS789 系、シングルアーム型パンタグラフを搭載する。カゴ形三小誘導電動機 NMT731 系。 定格出力 230kW を制御する。床下は防雪カバーで覆われ、車両端部の連結面直下にも着設防止のカバーを設ける。台車も731系電車のものを基本とした軸量式ボルスタレス台車 NDT789 系、NPR789 型で車輪計 810mm の小型タイプを 採用することで車体床高さを低減させている。曲線での乗り心地を改善するために、非線形バネ定数タイプの空気バネを採用し、高さ調整弁の吸排気性能を向上させて、曲線通過時の定常化速度を低減している。車内は青色の天井に両側照明が配置され、床の敷物はグレーを基調とした菱形模様となっている。 窓は2席分の連続窓となっており、フリーストップタイプのカーテンを装備する。座席はフリーストップ式のリクライニングシートで、普通車は座席モケットの色を赤色、玉数号車緑色、奇数号車を主体とし、一部に青色をランダムに配置する構成としている。グリーン室の座席は横1プラス2列の3列配置とされ、表地は青色の牛皮張りで、 大型の肘掛けには、難年加工木材を用いている。トイレは、洋式の共用トイレと、男子子用トイレ奥区789系、黒派789系、模派789型に設置し、黒派789型では、車椅子対応の大型のものとしている。なお、内外装デザインは、JR 北海道と提携関係にある。 デンマーク国鉄との共同製作である。編成番号は2両3両単位で不番され、車両番号に識別記号、HE を監視、HE-104 のように表す。全車が川崎重工業で製造された。旭川、八戸、新青森、函館向きで、グリーン車、新商社対応設備を持つ HE-100 編成、3両編成。 札幌、青森向きの HE-200 編成、3両編成のユニットによる6両が基本組成である。このほか、増結用として、青森向きの HE-300 編成、2両編成が存在する。なお、HE-100 編成は当初2両編成であったが、輸送力増強のため2006年、平成18年3月18日の、 ダイヤ改正以降、サハ789型を追加した3両編成となった。また、HE-200 編成は増結用を兼ねていたが、HE-100 編成を3両に増強した際、増結用として2両編成の HE-300 編成が設定された、後日、本系列の全般検査は、札幌市東区、内部駅隣接の内部工場が全社を担当する。 函館運輸所に所属していた時期は、苗母工場までの途中区間に非電化区間があるため、ディーゼル機関車に牽引される形で、同工場へ改装されていた。1979年、昭和54年から、L 特急、ライラックなどで運用されてきた781、軽電車を置き換えるため、2007年、平成19年に、川崎重工業で製造された車両である。 5両編成7本、35両が製造された。国鉄分割民営化に伴う JR 北海道発足後、札幌駅旭川駅間をはじめとする同路の電格間を走る特急列車は、国鉄時代に導入された781軽電車と1990年平成2年に導入された785軽電車で運転でできたが、 このうち7 8 1系の老朽化が進行していた。そこで7 8 1系の置き換えを目的として7 8 9系、基本番台をベースに製造されたのが本区分である。2007年平成19年10月1日ダイヤ改正から札幌駅旭川駅間の L 特急スーパーカムイと新千歳空港駅札幌駅間の快速エアポートとして 営業運転を開始した。その後、2013年、平成25年11月1日ダイヤ変更からは、東室蘭駅札幌駅間の L 特急、鈴蘭にも使用されるようになった。2016年、平成28年3月26日ダイヤ改正に、快速、エアポートの運用から撤退した後、2017年、平成29年3月4日、ダイヤ改正から、 札幌駅浅比川駅間の特急、カムイ、東室蘭駅札幌駅間の特急、スズランとして運転を開始した。1000番台では基本番台の構造を踏襲しつつ、以下のような変更点がある。車体は基本番台の構造を踏襲するが、常時5両の固定編成で運用されることから、中間車の簡易運転台はなく先頭車前頭部の貫通扉も廃止された。 一方で新たに乗務員用の側扉を設け、透ー類の衣装もシャープな形状となった。客用扉は当初より片側2カ所とされた。前面の相性表示器はフルカラー表示の側面行き先表示器は三色表示の LED 式で、豪車表示、設備表示は共通運用される785、軽電車と同様ピクトグラム表示のステッカーを 客用扉付近に重複する。外部図色も785系のカラースキームを継承したもので、客室窓直下に濃淡バイオレット萌え木色の帯を配し、前頭部付近で下方にこう描くデザインである。前頭部はシルバーメタリック塗装で、正面中央には黒色の帯を縦位置に配する。普通車のみの編成でありグリーン車は連結されないが、4号車の 模波789型はグレードアップ指定席、U シートとなっており、客室窓を座席と同間隔の小窓としている。化粧室はオストメイト対応の多目的トイレを新たに設ける。車内販売の準備室は設けられず、自動販売機が設置される。なお、自動販売機は2017年、平成29年3月4日、ダイヤ改正で使用停止となった。 電動車の構成は基本番台と異なり785系や西日本旅客鉄道 JR 西日本の681系電車などと同様の MT ユニット構成を採用しており付随車である七百八十八系三号車にシングルアームマタンタグラフ主圧を装備し両隣の電動車モハ系号車に電力を 供給する構成となっている。制御方式、台車は基本番台と同一仕様であるが、歯車比と主回路構成を変更し、走行性能を維持しつつ編成中の電動車数、及びパンタグラフ数を削減している。編成の MT 比は 2M3T の構成であるが、3M2T 構成の 785K と同等の走行性能を有する。編成番号は、 車両番号に識別記号 HL を監視、HL-1001 のように表す。全車両が川崎重工業で製造された。基本番台と同様、全般検査は札幌市東区内部駅隣接の内部工場が全車を担当する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。